身体検査においては重要な指標になっております。しかしですね、デッドクロスというものに振り回されないようにしてもらいたいんですね。こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、デッドクロスとは何か、デッドクロスの正しい対策と間違った対策というテーマでですね、お伝えしたいと思います。今日お話ししたい内容ですね、不動産投資、賃貸経営によってですね、デッドクロスというふうに呼ばれているんですけども、そもそもデッドクロスっていうのは何ですかということですね。それからデッドクロスになりやすい例、これ何なのかということ、それからデッドクロスに対してどんな対策があるのかということ、それからですね、デッドクロス対策の落とし穴、やってはいけない対策、そんなのは 何なのかということですね。で最後まとめ、何に気をつけてべきなのかということをですね、お話ししたいと思います。つまりですね、デッドクロスというふうに言われるんですけれども、確かにですね、賃貸経営においては重要な指標になっております。しかしですね、デッドクロスというものに振り回されないようにしてもらいたいんですね。ぜひこちらを、注意して聞いていただければと思っております。ではですね、じゃあデッドクロスって何なのかという話ですね。賃貸経営においてデッドクロスって何なのかということなんですけども、大体このような、式で表されますね。年間の減価償却費、それから年間の元本返済額、これを比べてですね、年間の元本返済額の方が大きくなる時期、これを、デッドクロスというふうに言っていきます。年間の減価償却費と年間の元本返済額、これを比べてですね、返済額の方が大きくなる時期、これをデッドクロスというふうに言いますよということですね。なぜこの2つを比べるかというとですね、年間の減価償却費って何なのかというと、一般的にはですね、支出がなく経費となるもの、支払うものがなくて経費となる、これが減価償却費ということ。それからじゃあ年間の返済額というのは何なのかというと、支出はあるんですよね。支出はあるんだけども経費にはならないというものになってきます。ちょうど相反する、性質を持っているよと。減価償却費は経費となるんだけど支出がない、元本返済額は経費とならないけれども支出があるよというものですね。でこれがですね、ある時点を境目に逆転するっていう話なんですね。何かというと減価償却費がですね、パッタリ終わったり、する場合、それから、元本返済額ですね、特に元利均等返済をしていると、元本の返済額がですねちょっとずつこう増えていくということになってきますので、それがですね、こう重なる時期、むしろ元本返済額が大きくなる時期、これが、デッドクロスなんですよという話なんです。でデッドクロスになるとですね、結局こちらが経費になるんですね。でこっちが支出になるんです。支出の方が多くなるということから税金が高くなってしまうんですね。経費が少なくなるということで税金が高くなる、で資金繰りが苦しくなってしまいますよという時期だという話なんです。なので賃貸経営によってデッドクロス対策というのはとても重要なんですよということなんですね。ちょっと例で、見ていきたいと思います。例えば、こちらです。減価償却費ですね、建物1億4000万、付属設備6000万という形で、耐用年数がこう書いてあります。で減価償却していってるわけですね。この、青丸が減価償却費ですね。で今いずれもですね定額法しか取れませんので、ずっとこう減価償却がずっと取れているんですけども、15年目ですね。15年目で付属設備が、減価償却が切れてしまいますので、そこで一気にガクッと下がるんですね。ガクッと下がってこれ建物だけの減価償却が続くというものになっています。で今度は借り入れのですね、借り入れが2億円、金利 3%、 返済期間が35年、元利均等返済で借りてますよというものですね。でそうすると、元利均等返済ということは何かというと、元本の返済額と利息の 合計額を一定にするという返済方法なんです。つまり、月々の返済額は変わらない。何が変わるかというと内訳ですね。
最初に利息ばっかり払っていって、徐々にですね、利息が少なくなって、その分ですね、元本の返済額が、多くなるよということになります。そうすると、元本の返済額が徐々にこう増えていきますよということですね。で、ちょうどここですね。ここが逆転するポイントなんですよということです。減価償却費と、この元本返済額比べてですね、ここはちょうど重なり、逆転するということになりますので、ここがまさにデッドクロスというふうに言ってますよということになります。で、このデッドクロス、どういった場合にデッドクロスになりやすいですかという話ですね。まずですね、フルローンで借りている。つまり、借り入れ金が大きいわけですよ。借り入れ金が大きいため、元本返済額が大きくなっている、ものですね。こういった場合はデッドクロスになりやすいですよと。それから、元利均等返済で借りてますよというものですね。元利均等返済で借りていると。で、その逆はですね、元利均等返済に対して、元金均等返済というのがあります。これは元金が、ずっと一定だよっていう返済方法ですね。利息が変わってきます。利息が、最初は利息が多いんですけども、元本、元金がですね、返済していくごとにですね、利息もこう減っていきますよというのが、元金均等返済です。まあ、こ確かに元金均等返済でもデッドクロスになるんですけども、元本返済額が大きくならない、もう一定なんですね。これが一定になりますので、このデッドクロスの時期は、遅くなるという時期、になってるんですね。なので、元利均等返済の方がちょっと早めにデッドクロスが来ますよということになります。それから土地の借り入れ金が多いということですね。土地を、借り入れ金で、買ってしまっているといった場合ですね。で、土地というのは減価償却しませんので、なのでもう減価償却ゼロっていうことですね。それに対して借り入れ金があるわけですから、もう借り入れするのはそのままもうデッドクロス状態ですね。デッドクロス状態ですよということになるわけです。なので、フルローンで借りている、元利均等返済で借りている、土地の借り入れ金が多い、こういった場合は、デッドクロスになりやすいと、ことになります。で、このデッドクロスに対して、どんな対策がありますかということですね。これをお話ししたいと思います。まあ、そもそもデッドクロスになることでですね、税金が上がってしまいますよと。支出と経費というものがですね、経費が少なくなるということですから、税金が上がっていってしまうんですね。税金が上がっていってしまいますと。結果的にキャッシュローが悪くなりますよという話なんです。なので、まあ、この原因というのは税金なわけですから、税金対策しましょうという話ですね。で、この中でも、支出のない節税をしていかないとダメです。例えば経費をバンバン使います。使って、税金対策っていうと、結局キャッシュローが悪くなりますからね。これ意味がないです。税金は下がるかもしれないですけども、キャッシュローが悪くなってしまう節税っていうのは、意味がないです、ですので、支出のない節税ですね。支出のない節税をしていきましょうということになります。例えば法人化とかですね。法人化とかっていう形でやっていきましょうということです。それから返済額を減らすというものもありますよと。結局、元本の返済額が大きくなるから、デッドクロスになるわけですから、返済額を減らしましょうねと。ということですね。そのためには何があるかというと、まあ、繰上返済です。繰上返済。繰上返済にはですね、期間を短くするっていう返済方法と、返済額ですね、額自体を減らすという、繰上返済の方法があります。ここでいう繰上返済というのは額ですね、額を減らすという繰上返済。これを取ればという話になります。それから、返済期間を延ばすでもありますね。期間を延ばすことによって、月々の返済額を減らしますよということですね。それから支出を減らすということですね。これは経費を削減していきましょうという話になります。まあ、経費削減すると税金が上がるかもしれません。でも、そのキャッシュローが良、くなりますからね。税金は上がるかもしれないですけど、キャッシュローが、こちらの方がですね、良、くなるということになりますので、それをやっていきましょうということになります。で、よくありがちなのはですね、減価償却費を増やすこと、これは有効なんですかということですね。結局、デッドクロスで比べているのは元本返済額と減価償却費じゃないですか。
で、減価償却が少なくなることによってデッドクロスが生じてしまう。じゃあこの減価償却費を増やす、こういう対策もあるんじゃないかというふうに、思っている方いらっしゃると思うんですよね。じゃあこれはどうなるかということなんです。ちょっとこれはですね、例を用いて考えていきたいと思います。デッドクロスになっています。節税のために減価償却が多く取れる築フルの木造アパートを購入しようと思います。築フルだとですね、減価償却がですね、耐用年数を短くして減価償却が多く取れるわけですね。なのでそういった減価償却が多く取れる物件を購入したらどうなんですかという話です。まあ、前提条件ですね、この方サラリーマン大家さんですね、お給料がすでにありますよという方で、この築フルの物件ですね、購入金額1億円です。建物5000万、土地5000万です。木造築25年。木造の法定耐用年数が22年なので、もう法定耐用年数過ぎてますね。木造の場合ですね、法定耐用年数過ぎたものは4年で償却できます。建物5000万なので、4年償却ということは、年間で1250万。1250万ずつ、減価償却が取れますよ、ということになります。で、借り入れが1億円ですね。金利 3.5%、返済期間20年。元利均等返済と、いうもので借りてますよと。で、年間の家賃収入が800万円入ってきますよと。この物件ですね。800万円入ってきますよというものになります。じゃあ、これですね、どうなっていくのか、ちょっと数字で見ていきたいと思います。ちょっと数字細かいので、ちょっと恐縮なんですけども、まず、不動産購入前です。レッドクロスの状態というふうに思ってください。これ、事業計画を作っているんですけども、もう今、これですね、レッドクロスの状態ですよという段階ですね。見ていただきたいのは手残りです。手残りというのがもうすでにマイナスですよということですね。この赤字になっているのはマイナスですよと、マイナス180万、マイナスですよと、手残りがマイナスですよと、これなんとかしなきゃということでですね、デッドクロスだということで、築フルの物件買ったという話なんです。じゃあ買うとどうなるかっていうと、買うとこう、なりますね。不動産購入後になります。この購入後、不動産購入 してますので、家賃収入増えるわけですよ。家賃収入が800万増えてます。ただ、減価償却費が取れてますよね。減価償却費が1250万増えてますよ、ということです。で、そうすると、不動産所得ですね。不動産所得がマイナスになりますよ、ということになります。で、1年目ですね。手残りです。1年目ですね、ちょっと諸経費がかかってますんで、不動産購入するための諸経費がかかってますんで、ちょっと1年目はマイナスだというふうになってます。マイナス234万ですね。ただ2年目以降です。2年目以降はプラス6万円です。プラス6万円。先ほどですね、先ほど購入前は、188万円マイナスだったんですよ。188万円マイナスのところがこうプラスになってるわけです。プラス6万円。ということは200万ぐらいキャッシュフローとしてはプラスになったという話なんですよ。ああ、じゃあこの対策してよかったじゃないかというふうに思うかもしれません。でもですね、確かにいいんですよ。4年目までは。4年目というのは減価償却があるうちはという話です。この築フルの物件の減価償却、4年で償却してますから、減価償却が取れるうちはいいんですよ。でもその5年目ですね。減価償却がなくなった後どうなるかっていうと、マイナス443万円ですよ。思いっきりマイナスになってるんですよ。なんでかっていうと、収入は増えるじゃないですか。収入は800万増えるんですよ。でももうすでに減価償却ここで使っちゃっていますので、ここで減価償却取れるのはもうないんですよね。築フルの物件の減価償却もう取れるのもない。まるまる収入だという話なんです。でそこに対して税金が、思いっきりかかってますので、結果的には手残りはマイナス443万円ですよということになるわけです。これですね、10年間見てみると、10年間トータルするとですね、マイナスが3338万円です。購入前ですね。購入前マイナスなんですけど、ずっとマイナスなんですけども、10年間、合計してもですね、マイナス2112万円です。これわかりますかね？購入した後の方が、マイナスが大きくなっているんですよ。10年間見ると。これは本当に対策なのかという話ですね。私は対策だと思いません。これはただただですね、延命措置をしているだけですよ。4年間ですね。4年間延命措置しているだけです。根本的な解決策ではないんですよ。
なのでこの延命措置4年間終わるとどうなるかというと、もっとひどい状態になってしまうということなので、ここは気をつけないといけないという話ですね。つまり減価償却って一体何なのということですね。減価償却って一体何なのかというと、経費計上を調整できる税金の繰り延べ効果でしかありません。減価償却というのは経費計上を調整できるだけなんです。時期を調整できるという意味ですね。時期を調整できるだけなんです。つまり税金の繰り延べる効果しかありませんよということになります。こちらですね、左側にキャッシュフローがあります。右側に所得計算です。この元本返済額と減価償却費、ここを比べてるんですよね。ここがズレなんです。支出と経費のズレが生じてます。これ今デッドクロスの状態ですね。この減価償却少なくなるとどういう影響を及ぼすかというと、この経費が少なくなる分税金が高くなるわけですよ。で税金が高くなるのが、結局キャッシュローに影響するよと。税金がお金出てきますからね、キャッシュローに影響するよという話になるということなんです。つまり減価償却というのはですね、支出と経費のズレを生じさせるものですよと。でずらし方というのは耐用年数によって調整できますよと。中古であればですね、チクフルであればそれを短くして多く減価償却費が取れることができますよと。ただ減価償却が終わるとですね、なくなると一気にそれが逆転してしまうということになるということなんです。でもっと言うとですね、減価償却のキャッシュローの影響、あくまでも減価償却というのは経費ですから、経費に対するキャッシュローの影響というのは、経費かける税率分の税金が減るだけなんですよ。なので減価償却費かける税率分の税金が減るだけなんです。ここですね、この税金が増えたというのは減価償却費がですね減った分、税金が増えたという話なので、ここしか影響しないんですよと。キャッシュローに対してはここしか影響しないんですよということはですね、知っておくべきかなというふうに思います。ということでですね、私はですねデッドクロスの3式、年間の減価償却費と年間の元本返済額比べて、元本返済額の方が大きいよというのがデッドクロスと言うんですけども、私はあの3式あまり好きではないです。なんでかというと、あの3式だけにとらわれてしまうとですね、あ、減価償却費を、増やせばいいんだろうと。デッドクロスになっているのは減価償却費がなくなったからだと。じゃあ減価償却費を多く増やせばいいんだなというふうに勘違いしてしまいがちなんですよね。なので、私はあまり好きじゃないという話なんです。むしろですね、むしろ事業計画というものを作って手残り、これを確認してください。はっきり言ってデッドクロスになったとしてもですね、すぐにですね、何かどうなるってわけではないです。まあ、多少ですね、資金繰りは苦しいかもしれません。でも、すぐですね、もう破産だとかって話ではないんですよ。むしろ手残りです。手残りがマイナスにならなければ、まあ、基本的に破産ではないという話になりますので、手残りがですね、どういう状態になってるのかと。むしろ、ここら辺ですね、ここら辺デッドクロスになって、マイナスになってしまうのかどうなのか。ここを見てもらいたいということなんです。ですので、デッドクロス。確かに、その指標は重要なんですけども、私は最も重要しているのはこの手残りです。この手残りがマイナスにならないようにしてもらいたいなというふうに思っております。ですので、ぜひですね、デッドクロスという知識とともにですね、この手残りという重要性、ぜひ知っておいていただきたいなと思っております。